さいたま市議会の9月定例会がきょう開会し、62億7300万円余りの一般会計補正予算案など29議案が提出されました。一般会計補正予算案には、民間企業に不正に売却された JR 与野駅西口の土地区画整理事業地内の私有地について、企業に売却した代金の返還などの費用、およそ8800万円を計上しました。また、2030年3月末に廃止するさいたま市緑区の公設の高齢者福祉施設、グリーンヒル浦和のケアハウスの入所者の転所に伴う費用の補償としておよそ8700万円を盛り込みました。市は入所者の引っ越し代や転所先に入居するための一時金など一人当たり360万円を補償します。さいたま市議会の9月定例会は一般質問などを経て来月18日に閉会します。